皆さんこんにちは。うん、こんにちは。今回は英霊剣豪7番勝負に登場したキャスターリンボが発言していた意味深な発言を取り上げていきたいと。またこの動画には2部3章までの内容が含まれているため、ネタバレが嫌という方はブラウザバックを推奨する。では始まるよ。千入れチャレンジありがとう。さて、まずはじめに未だに謎が多い人物キャスターリンボについて。キャスターリンボは 1.5部英霊剣豪7番勝負にて初登場したサーバント。初めの頃は自身の名前をキャスターリンボと名乗っていたが、ストーリーを進めるごとに徐々に名前が変わってくる。2回目に口にした名前は安倍の生命。しかしカルデアご一行からは、あなたが安倍の生命であるはずがありませんといった風に明らかに疑われていた。実際のところキャスターリンボは安倍の生命のことを恨んでいた。じゃあその神明は一体何なのか。実際のキャスターリンボとの戦いではリンボの代わりに大霊が出てきた。リンボ自身は戦闘には出てこなかった。そして大霊を倒した後に風魔小太郎の手によってとどめを刺される。これでキャスターリンボは消滅したかと思ったが、ストーリーの最後に生きていることが判明した。おのれ死んだ。シモーサに集った刃の者とも、これにてすべて死に果て申した。英霊剣豪7番勝負、これにてしまい。神面武蔵とカルデアのマスターは我らを倒し尽くした。あがく魂、もだえる魂、泣き叫ぶ魂、五鬼と一人と一体、そしてあまたの命の果てに、世はすべてこともなしなどと。命のあがき、命の渇望、なんとまばゆい。死に勝る痛みとはまさにこのこと。己、造物を根こそぎ吐いても収まらぬ。己、正気を保つ理性すら焼き切れる。己、かようにおぞましき結末を見せつけられ、対象できる者などどこにいよう。いや、見事な始末でありましょうや、人間の皆々様。この姿、肉食の獣がごとし、この声、悪霊の王がごとし、死したはずのキャスターリンボ。違う。これがあまねく世界を救うための七鬼の似姿たる、霊鬼のムクロなどであるものか。これは神を喰らったものだ。神を引き裂き、むさぼり、その血肉へと返事たるものだ。黒き神を自らの太陽へと取り込んで、悪の神を自らの魔力へと置き換えて、強大なる存在によって導かれたエゴの雫、八切れんばかりの悪意を核としてなされた悪鬼の類、生命にあらず。かの男の名は芦屋道満。安倍生命と敵対したと伝わる奉仕にして陰陽師。悪霊祖父と共に都を転覆せんとした樹と血に笑う者、咲き誇る悪の花、肉食獣。ああ、人よ、恐るべきものに抗い続けてきた人々よ、決して油断してはならない。夜の帳を恐れよ、黒き火を恐れよ。世に悪の目は月まじ。ストップ。さて、急に意味深なワードがたくさん出てきたな。貴様、朗読を少しふざけてはいなかったか。僕は至って真面目だ。さて、ここで明らかになったのは、まずキャスターリンボの神明、安倍生命ではなく安倍生命のライバルである芦屋道満。やつは自身をキャスターリンボと名乗っていたが、実際のところ2部に登場するキャスターリンボはアルタエゴとなっていた。まあ名前を偽っていたぐらいで、クラスも偽っていたとしても不思議じゃない。しかしアルタエゴというクラスはその人物のあくまで別側面だ。つまり芦屋道満にはもう一つの側面が存在するということか。そういうことだ。しかし今回はアルタエゴが先に出ている。これは一体どういうことなんだ。文学作品の宇治周囲物語や実勲章において芦屋道満は安倍生命のライバル、つまりは悪役として描かれている。し
しかし、ジョルリや歌舞伎などに登場するアシアドーマンは善人として描かれている。なるほど。となるとアシアドーマンには善人の側面と悪人の側面があるということか。となると善人の側面であるアシアドーマンも登場するかもしれないな。そういった意味で2部に登場するアシアドーマンはアルタエゴなのかもしれない。しかし本来のアシアドーマンには存在しない内容というのも出てきたな。これは神を喰らったものだ。神を引き裂き貪り、その血肉へと返事たるものだ。黒き神を自らの太陽へと取り込んで、悪の神を自らの魔力へと置き換えて、強大なる存在によって導かれたエゴの雫、八切れんばかりの悪意を核としてなされた悪鬼の類となっているわけだが、この黒き神というのは一体何なのか。そうだな、この黒き神というのは次の2部4章のテーマにもなっている黒き最後の神、それを自らの太陽へと取り込んで、その太陽とは一体何なのか。そしてその悪の神を自らの魔力へと置き換えてとなっている。そして強大なる存在によって導かれたエゴの雫、勝ちきれんばかりの悪意を核としてなされた悪鬼の類となっているということは、アシアドーマンは僕たちが思っている以上に強力な力を有していそうだな。これは4章での登場が楽しみだな。ああ無念でありますよ。しかしカルデアの現出は失敗しましたが、サンプルとしては良いデータが残せたのでは。何しろミッシングベルト、ようやく見出すことに成功したのですからね。このシモーサは元より歪んでいる。滅びずして滅ぼされた世界、すなわち選定事象などではない、平行世界。はてさて、近いようでいていささか違いましょう。これは違う、もう違うものなのです。このシモーサは人類史にあって人類史にあらず、異なる星の神がその異なる目で観測した異世界、特異点と似て非なる異界なのです。いかがです、いかがです。興味深い事例であったでしょう、サタン様。ストップ。さて、また意味深な発言を連呼しているようだな。これはついていく僕たちも大変といったところで、カルデアへの現出は失敗した。これに関してはよくわからなかったな。すまない、ここに関してはわからなかった。で、得意点とは似て非なるもの、それはおそらくロストベルトのことだろう。ミッシングベルトと言っているが、要はロストベルトのことだろう。またこの話は2部が始まる前のことであり、いいサンプルが取れたと言っていた。つまりアシアドーマンの真の目的は世界を白紙化するための実験データを取ること。なるほど、その可能性は高そうだな。またサタンという人物が一体何者なのか、それは2部から登場したとされている。異星の神に違いはないだろう。異星の神は3体のアルタエゴを刺激している。コヤンスカやラスプーチ、そしてアシアドーマンだ。アシアドーマンはその異星の神に仕えている。となるとサタンイコール異星の神という線が一番可能性が高そうだ。いえ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 、仮初めの名であったとはいえ、あまりに滑稽なものでした。よりにもよってサタン。ほんの冗談のつもりでしたか。随分と、まあ妖術師殿にはお気に入りだったご様子。とはいえこのドーマいささか悪ふざけが過ぎました。失礼いたしました、我が愛しきお方。さま、ストップ。さて、最後の一番重要な場面なんだが、ここで名前が伏せられていて、ここにはサタン、つまりは異星からの神の名が記されているに違いない。サタンというのはユダヤ教とキリスト教において神の敵対者となる悪魔だ。イスラム教においては人間の敵対者となっている。アシアドーマンは最初の頃は冗談のつもりでサタンと言っていたようだが、文面を見る限りサタンに近い存在であったか、もしくはそれ以上であったかといった風な言いようである。異星の神がサタンのような人物であるならば、なかなかに腹黒い神なのかもしれないな。そうだね、2部4章がさらに楽しみになってきた。ということで本日の動画は以上だ。最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。メンバーシップに加入すれば、オタチャへの裏側を見ることができると。メンバーシップに関しては動画の説明欄から登録することができます。
では、また明日。